現代文。どうも、じゃあ、篠原です。今回ですね、現代文の勉強法ということで、ご覧ください。篠原が持ってる現代文の参考書。これ、全部読んでます。全部見た上で、まあ、こうやって勉強すればいいよっていう決定版を紹介したいと思います。ちょっと重いんで置くね。で、現代文なんですけど、現代文っていうのは、まあ、基本的に、どう勉強すればいいかわからないっていう人が多いんですよね。で、この動画を見ればもうその現代文どう勉強すればいいかわからないという悩みは解消される上に、こちら、こんな感じで国語の成績ガンガンと俺の熟成上げてるんで、あなたも上がる株です。同じことをやればいいだけ。で、そもそも現代文ってどういう科目か、どういう意図で学校が、まあ文部科学省がですね、全国に学校を作って、その学校に国語の教師を派遣して、わざわざ金かけて、時間かけて教えてるのかということからまずスタートしたい。小学校の頃の現代文、というかまあ国語、何習いました？主に漢字を習いましたよね。漢字。そして、正しい日本語というのを習ったはずです。中学の時もこれはあんまり変わらなかったんじゃないですか。漢字を習っていろんな文章を読んでみましょうというところをやったと思うんですよ。で、これは中学まで。で、ご存知、中学までは義務教育。高校からは別にまあ義務教育ではないんです。で、文部科学省の意図としては何かっていうと、中学までに一応日本語がちゃんとわかる日本人になってくれっていうのが文部科学省の意図なんですよ。というのも、まあ現代文ちゃんと勉強してる人は知ってると思うんだけど、江戸時代は国語ってなかったんですよ。その藩ごとに方言があって、その方言をまあみんながおのおの喋ってたと。ところが明治時代になって、日本という国をまあ一個にまとめましょうってなった時に、おのおのが点でバラバラの方言を言ってたんでは困ると。同じ日本人として困るんじゃないかということで、一つの統一した日本語というのを作ったんですね。で、これをとりあえず明治時代はですね、まあ尋常小学校ですよ。小学校からずっとこう教えていって、で、まあ一応全員日本語が喋れるようになりましょうというふうにしたんです。で、これね、もう今この平成も終わろうとしてますよね。令和になろうとしてるこの段階で、そんな明治時代の日本人として日本語喋れるようにしましょうっていう役割は、まあ少なくとももう中学までなんです。高校から要求されるのは、これプラス哲学、あるいは思想と呼ばれるものを知っていますかっていうことが問われるっていうのが現代文なんです。これ習ったことないでしょ。これ習ったことないのは何でかっていうと、あなたの学校の先生がなんとなくここの先生になってるからです。学校、文部科学省がどういう意図で国語というのを皆さんに課してるか、受験科目として出してるかというのを、なんとなく分かってるけれどもちゃんと伝えてないっていうのは、それは先生の説明不足なんで、今ここであなたは知ったんだから、これを踏まえて今後の話を聞いてください。さあ、ここでですね、まあこの中学校レベルの漢字力、そして日本語がちゃんとできるっていうところが、こっからここでになります。語彙力と漢字力。語彙に関しては俺の塾生にはこういう感じで、言葉のやつを、まあ語彙力ないなってやつには配ったりとかしています。で、漢字に関してはですね、一応漢検、漢字検定2級レベルの知識を持っておいてもらえたらなと思います。篠原の動画を見てるのは大体高校生だと思います。高校生、おそらく漢検3級持ってないっていう人は3級から勉強して3級で、順にやった後2級やればいいかなと思います。これどれ教材使えばいいかっていう話なんですけど、まあ一応篠原は漢検教材を使いましょうっていう体にしてます。というのも一応漢字検定は、その後の就職活動に使えますから。篠原の勉強メソッド、勉強法っていうのは単に大学に受かるだけじゃなくて、その後の人生、自分の思い通りの、まあ、夢を叶えていくための勉強メソッドなので、その後の就職まで見据えています。小手先の予備校と一緒にしないでほしいんですけど、だからまあ漢検取った方が一応いいですよ。就職に少なからず有利だし、大学でどうせ漢字の勉強なんてしねえだろうから、まあ漢検今のうちに取っておくと一生困りませんよということで、漢字の勉強は漢検ですることを推奨しています。まあそういう意味で言ったらこれですね、出口さんの大学入試受かる漢字用語パピルスってやつ、あるいは金の漢字、銀の漢字、そういうものもあります。そして語彙に関して、まあ一応この言葉は力だっていうやつもあったりとかするんですが、まあともかくですね、これはまず日本人として日本語知ってますか、日本語をちゃんと使いこなせるようになってくださいねっていうところです。ここがここに当たると。
ちょっとまあこれだけ特殊なんで、あの先に話しておきます。速読、これなんで速読がいるかっていうと、これはテストだからです。テストとして試験時間がある以上、一つの文章丸一日かけて読み解きましたではダメなんですよね。まあ表題だったら、120分、まあ実際は、古文があるので90分とかそういうぐらいで読まないといけないんですが、早く読めるようにならないといけないというところです。これは試験という性質上そういうものがあると。で、その後客観読解、そして受験常識っていうところがまあここに当たるんですが、特にこっち側です。特にこっち側がこの哲学とか思想のところで、客観読解って何かなんですけど、現代文というのは本文に書いてあれば正解、書いてなかったら間違いというのが現代文です。で、この現代文の原理原則を知らずして現代文が解けるっていうのは、たまたま、あるいはセンスがあるから、どっちかです。で、センスがある場合もあるんですよ。あの、昔から本が好きだと、本をいっぱい読んでるっていう人はそれまでの雰囲気でなんとなく読んじゃって、何も考えてないけど読めちゃうってことがあるんですよね。で、そういう場合は偏差値60まではいいけど、70超えてからきついので、もうそのつもりでいてください。で、じゃあまあこの動画見てる人で、いや俺は偏差値70行きたい、そういう志の高いやつ、あるいは今ちょっとそんななんとなくは読めてないという人に向けて客観読解の話をします。現代文は先ほど言ったように本文に書いてあれば正解、書いてなかったら間違いというのを客観的に読み取らないといけない。で、著者が思ってることを思ってる通り一旦受け取らないといけないんです。だから著者が雪だるまは黒いっつったら雪だるま黒いんですよ。この現代文はその試験会場試験時間内に限り六法全書にも正しいというのが現代文です。だからその著者の言ってることを100言ってたら100受け取ること、90でもなく110でもなく100受け取るっていうのが客観読解です。そして受験常識、これはですね、一部の大学で、特に大阪大学の文学部、そして京都大学、そういうレベルの大学でしか使わない力ですけど、本文に A、B、C、E って書いてあるのを自分の回答に A、B、C、D、E と書いてあげると。本文に書いてないんだけれども、どう見ても D が入るよねって言って書いてあげる力を受験常識と言います。だから現代文は本文に書いてあれば正解、書いてなかったら不正解っていうのが原理原則な上で、とあのまあ京大とそして阪大の文学部に限っては、本文に書いてないこともわからないといけないっていう、ものすごく矛盾した科目が現代文なんですけど、まあそれはもう京大阪大行きたいと思っちゃったやつが悪い。それはちなみに東大でも稀に要求されます。現代文日本で一番難しいのは京大、そして阪大の文学部です。個人的には阪大の文の方が難しいと思う、正直言って。京大よりも阪大の文の方が難しい気はしますが、まあ、ともかく阪大の文学部と京大の問題、これが日本で一番難しいです。で、その次、まあ、東大が来て、その次一橋あたりが来るんですけど、まあそういうことなので、この受験常識力もある程度必要だよというところですね。はい。まあだからこの客観読解だけだったら、自分の模範解答この ABCDE って書いてあるんだから、じゃあもう ABCDE って書いとけばいいんですよ。客観読解だけだったらこれでもう十分なんですが、それ以上の高いレベルを目指すとなると、まあこの D を埋める力もいるというところですね。はい。で、じゃあそれぞれどういう教材を使って勉強すればいいかということなんですが、うちの塾生では基本的にシステム現代文、そしてこちら入試現代文のアクセスというのを使っています。まあシステム現代文はこれ5冊ですね、5冊シリーズになっていて、入試現代文のアクセスは3冊シリーズになっています。この読解力をつけるためにこっちからやった方が俺はいいと思います。個人的に自分の塾生でどっちでもいいっていう状況の場合、こっちからやってるケースが圧倒的に多いです。というのもこっちの方が解説が丁寧、ただしこのシステム現代文すごくいい本なんだけれども、ちょっと綺麗事が多すぎる。あのまあはっきり言ってそんなにうまく受験生が、たかだか高校生がそんな試験時間中にそんなに丁寧に原理原則通り読めるわけねえだろうっていうようなことも書いてあったりとかしているので、こっちですね、こっちの入試現代文のアクセスの方で、プラスアルファ演習をしてもらっています。こっちはですね、問題の量が多い、あと語彙とか漢字とかもきっちり勉強になってる上に記述の対策もしっかりしてくれます。だからまあこの、入試現代文のアクセスも篠原は指定教材にすることが多いです。まあ似たような教材で全レベル問題集というのが応文社から出ています。ただまあ
正直全レベル問題集よりは個人的にはシステム現代文とか入試現代文のアクセスの方がまあいいんじゃないかなと俺は思ってます。あのというのもシステム現代文の方が解説が丁寧な気が俺はする。まあただレイアウト見てこっちの方がいいって言うんであればまあこれ買えばいいんですけど、まあ篠原の塾生には入試現代文のアクセスとシステム現代文をやってもらっていて、そしてこういう結果が出てるんで、もうなんかわざわざその結果が出てる結果が出るって分かってる道から外れる参考書をやる意味はあんまないと思うんだけど、まあどうしても篠原の言うことは聞きたくないというのであれば全レベル問題集でもいいと思います。ちなみに全レベル問題集は今年一人塾生で、指定教材にしました。もう入試現代文のアクセスもシステム現代文もやってしまって、それでもまあ一応現代文もうちょいやりたいということだったので、まあ一回基礎からやってみましょうか、時間もあるしっていうことで、全レベル問題集を指定教材に初めてしました。あのそんなに登場機会の多くない教材です。あと応用的な教材に関してはこれですね、得点ダッシュ、そして現代文問題集難関大編と、もう一個ですね現代文問題集、これあるんですけれども、あと河合塾からこういう本も出てるんですけど、基本的に篠原の場合はこの得点ダッシュを、記述系では指定教材にしています。まあこの辺ももちろんいいんですけど、まあ得点ダッシュが一番記述量が多いし解説も丁寧な気がするので、まあ篠原はまあこれでええんちゃうかなと思います。解説の丁寧さで言うとこれもまあ解説は丁寧めなんですが、まあ基本的にここまでやらないといけない人って記述、特にさっきも言った通り日本で一番難しいっていう反対の文だとか京大、そういう大学を受ける連中に対してはこれを使うっていうことが多いです。で、あと一応有名なところで言うと田村の優しく語る現代文、これに関しては先ほど篠原が厳しく語りましたんで、今更まあ田村さんに優しく語ってもらう必要はないんじゃないかなと思いますけど、まあ買いたかったら買ってください、中古で安く買えます。で、あとこういう解放公式集を 買おうかどうか迷ってるみたいな人が、たまにいるんですが、あの正直いいんですけど、まあ、こっちはベーシック向けというか、なんかその原理原則にのっとった解放の解き方ですよね、解き方を語ってくれて、こっちはあくまでテクニック重視っていうところがあるんですよ。で、どっちもなんか正しいっちゃ正しいんだけど、正直なっていうところなんですよね。まあ言うならば、この出口のシステム現代文解放公式集は、まあ例えばサッカーで言ったらこう一人の相手に二人で行きましょうみたいな、まあそうなんだけどじゃないですか、一人の相手に二人で行くのができたら苦労しないじゃない。でこっちは、テクニックとして、ヒールパスみたいな、でその確かにヒールパスできたらいいですよ、ヒールパスできたらいいんだけれども、それを どう使うのみたいな、でっていうっていうところなんですよ。だからこっちはあくまで理想主義的、こっちはあくまで実践的なので、なんかこう いいところがないんですよ。でなんでいいところがないかっていうと、現代文っていうのは言ったら本文に書いてることを正確に読み取るという原理原則と技術で語ることはできるんだけど、実践に関してはもう自分の体で覚えていくしかないからなんですよね。っていうことで、まあ、ちょっと難しいところなんです。現代文というのは習得が難しい、なぜなら自分の体で学ぶしかないからということで、まあ、篠原は教育の天才ですし、受験生というか塾生に対してですねこの現代文の解説っていうのをやっています。ですからまあ篠原の塾生システム現代文と入試現代文のアクセスが終わった段階で、東大の過去問あるいは京大の過去問解いてもらってます。なぜか解けるからです。それは俺の指導力があるからなんですね。でこの現代文の勉強において俺以外の先生、まあそいつがどれくらいできるのか分かんないけど、俺以外の先生に教えを請う場合、正直そいつの力量によっては全く伸びません。現代文っていうのは教えるやつが上手いか上手くないかです。上手かったら伸びるし、上手くなかったら伸びません。現代文は一番注意しないといけないのは学校の先生ね。学校の先生って国語が好きだから国語教師になったんですよ。現代文は国語が嫌いなやつ、国語がもともと苦手やったやつが教えてこそこの辺の大事さがよく分かってるんで教えるのがうまいんだけれども、もともと国語が好きで国語の良さ、文学の面白さを広めたいと思って文学部に行って学校の先生になったやつは基本的に教えるの下手くそだから、現代文の先生に教えをこうって伸びない場合は俺か俺以外の誰かでいいから教えるのうまいやつに頼った方がいい。現代文はすぐ伸びる、半年で
そこら辺の高一生も東大の問題解けるようになるんですよ。してるんですよ、篠原は。で、多分俺以上に教えるのはまあやっぱいないから、多分それ以上はいないから俺が一番いいと思うんだけど、どうしても俺に頼りたくないんであれば自分で探してください、うまいやつを。学校の先生が信用できて、この先生の言ってることそのまま聞いたら伸びそうだと思うんだったら、それでも結構です。本当にね、現代文は教える人次第ですよ。教える人がうまいと本当に伸びるよ。あっという間、あっという間だし、全然労力かからないんだわ。よくね、現代文の、その勉強法で復習どうしたらいいですかって聞かれるんですよ。で、篠原の塾生に対してはいらないっつってます。復習はもう俺の授業というか俺の解説聞いた段階で絶対一発で頭に入るから、もうそれでいいと。他の英語とか数学理科社会やってくれって言ってます。で、実際にそれで塾生の成績上げてるし、まあ上げた画像ね、ミスだと思うけど、塾生の成績上げてるし、まあ結果も出してると。まあそれは俺が教育の天才だし、まあ現代文っていうものにある程度苦労してきたので、まあそういうことができるんですけど、そういう人に頼るべきです。はい、英語とかは覚えたらなんとかなるわ。数学もまあ解放暗記です。まあ教えてもらった方が早いけどね。社会でもまあ暗記でなんとかなるとこあるけど、現代文はやっぱ教えてもらう人が上手くないとちょっときつい、正直。はい、ということで、現代文の勉強法でした。もう俺の塾生で結果が出てるんで、もうあとはあなたがやるだけです。やってくれというところでした。今回のはこれ以上です。ご視聴お疲れ様でした。